そういったところだったりとか、試合時間なんか、夏の、真夏の12時ぐらいからキックオフして、しかもボールボーイないから、確かにボールが遠くに行っちゃって、みんなその時間休んでるんですよ。確かに暑いから。皆さん、こんにちは。じゃあ、ボストンの佐藤洋平です。それではね、はい、森山さん、はい、とうとうね、はいはい、長いね、サッカー戦、ものすごく端折っちゃって申し訳ないです。もう収まりきれないんで、はい、あれなんですけど、最後、選手として、まあ、プロ選手として、またグランパスに戻ってきて、はい、まあ、あれは確か、一度は引退されるんですか？そうなんですよ。ですよね。6ヶ月契約、BA 契約のグランパスで、はい、でそこで結果出なかったら、はい、まあ、まあ、引退しろよみたいな空気だったんですね。はい、で、まあ、あの当時、まあ、結果出せないっていうのは、まあ、ポジション争いしてるのがウェズレーとマルケスでね。とんでもない化け物しかいないじゃないですか、それ。監督が、まあ、ネルシーニョで、って思いながら、こういう、俺が監督だったらどんな劣勢でもこの二人を変えることはねえ。チャンスは少ないななんて思ってて、うん、でも最後戻してくれて、まあ、そういった環境を作ってくれたってことはあったんで、一区切りはしたいなっていうのがあったんですけど、うん、まあプロを辞めたとしてもサッカー選手っていうかは辞めるつもりはなかったんで、うん、でプロとしての区切りを名古屋でして、はい、で岐阜ですよね。そこなんですよ、はい、そこが僕がすごいなと思ったのが、そのプロで、まあ、しかも J リーグで第一線でやられた方が、うん、まあ一応引退はしましたけど、そこでそのアマチュアのね、しかも地域リーグのところにそのまま行くっていうのも衝撃的です。多分一番最初の人だと僕は思ってるんですよ。はい、これは勝手に傭兵調べなんですけどね。そこに行く時の、うん、その俺がって思ったりしなかったんですか？いやでもこれ僕は自分で進んでやったんで、はい、あれは本当だったんですね。自分で俺にやらせろって本当だったんですね。へえ。僕岐阜出身で、まあ、サッカーねずっとやらせてもらってきて、まあ、岐阜のサッカーを引っ張ってきたっていう自負はあったんですけど、振り返ってみると僕が帝京に行ったことで、そのね僕の後追ってしまった後輩たちがいっぱい出ちゃったんですよね、うん、で何年も何年もそういった事情がついて、でもしその彼らが急にとどまってやれば、岐阜のサッカー界ももっと盛り上がったと思うし、高校サッカーでももっと結果が出たかなって、うん、まあ、考えた時にはちょっと反省しちゃったっていうか、うん、優秀な選手の県外流出に自分が、まあ、きっかけを作っちゃったかなっていうのがあったんで、なるほど、はい、なんで岐阜のサッカーをなんとかしなきゃいけないなってのがあったんで、そこで岐阜を。それにしても、うん、いわゆる今 J1、J2、J3、JFL って時代今ありますけど、あの当時は J リーグあって、はい、で多分地域東海リーグ、J1、J2、JFL、JFL 地域リーグ、地域リーグで、はいはい、東海一部二部、二部だったんですね。ですよね。はいはい、だからもう5段階下ですよね。で、そこに行った時に、またもやこれ、うん、海外行った時と一緒で、やめろやめろってならなかったんですか、みんな。そうですね。大体が、J リーグの下部組織のコーチやったりとか、うん、強化に行ったりとかっていうのはあったんですけど、うん、まあでも僕の中では、アマチュアでもプレイできるかなっていうのがあったんで、プレイできるというのはできますよ、もちろん。そういう意味じゃなくて、そのアマチュアでプレイすることがプロからするとしんどくないのかなっていうのが、まあなんか入る前はそんなに考えてなかったけど、入った時はちょっと考えましたね、はい、そうですよね。感じた差はありましたね、うんうん、いろんなところで環境面もそうだし、うん、これは失礼な話に聞こえちゃうかもしれないけど、やっぱり J1 のジャッジと東京リーグのジャッジ、レフェリーのジャッジがちょっと、差があったりとかしたんで、うん、まあそこで文句はないんですけど、うん、違和感は感じた時があったりとか、慣れなかったりとかもあったんで、だそういったところだったりとか、試合時間なんか夏の真夏の12時ぐらいからキックオフして、しかもボールボーイないから、確かにボールが遠くに行っちゃって、みんなその時間休んでるんですよ。
暑いから。暑いから。で、もう日本ではもう今では珍しくないかもしれませんけど、地域リーグでプロ契約って 100% なしの時代じゃないですか。はいはい、どういう契約内容だったんですか？いや、僕はね、ギャラなしです。あの当時。そうなんですか？はい。ギャラなしで。ギャラなし。本当に岐阜のために。岐阜のためですね。で、他で、仕事、だから、グランパスの仕事とか、テレビの仕事とか。いやー、でも、熱い。のギャラでやって、で、それで、スポンサーか、獲得してって、はい、誰もが、年俸、はい、まあ、少しお金がもらえるような状況を作ろうかなっていうのが、すごい、はい、ありました。その、今までは自分で点取ってれば良かったものが、裏方までやらなきゃいけないっていうので、本当に岐阜に何かしようって思われたんですね、純粋に。はい。これもね、スロベニアの経験がね、生きてて、スロベニアのキャパの人口の中でチームがいる、または、こんな環境なのに100年も続いてるクラブがあるとか、うんうんうん、そういうのを見てきたんですね、海外で。うんうん、じゃあ、なんでかっていうと、まあ、そこに住んでる人たちが、そのチームを自慢するわけですよ。うんおっさんたちが酔っ払って、うんうん、オラのチームはみたいな感じでそんなこと考えたら名古屋近くにグランパスのね、グランパスっていうビッグクラブがあるけど岐阜にチームがあってもおかしくないななんて思ったり、もしかして岐阜に憧れるようなチームがあれば子供たちが県外流出しなくて地元で上手くなることを選ぶってことも出てくるし、うん、っていうのもすごく考えたんで、いやいや今まさにそうなってはいますけれども、はいはい、でもどんどんまあしかもこれ漫画みたいって言ったら失礼ですけどこうどんどん上がってったじゃないですかカテゴリーが。そうですね、あの時はでも、うん、止まったらこの話がなくなるくらい思ったんですよ。なんでやろ。そうなんです、要は結局はチケットを買ってスポーツの試合を見るっていうのはドラゴンズの試合か、ね、巨人の試合か、確かにあとベルディの試合か、そんなぐらいのことしかお金を使ってくれない民間の、うん、人たちが多かったの確かなんで、どうやってチームに価値を上げていくために価値を上げていくのが一番いいのかなって考えた時は、今のこの状況だったら勝って勝って勝ちまくるしかないなっていうのがあったんですね。まずそこで、ボトムアップをどんどんしていかなきゃいけない部分があったんですけど、それをもっと引っ張り上げてチームを高いところに持っていけばその後ろ下からどんどんついてくるんじゃないかななんて思って上がっていったっていうのがありますね。やっぱりチームまとめ上げた時は難しいところなかったんですか？だってそのビジョンって見えてない人たちがほとんどですよね。はいはいはい、どうやってその選手たちのモチベーションを上げたんですか？いや僕あの当時選手を僕もそうだったんですけど、まあ一度やっぱりチームでうまくいかなかったりとか、はい、まあ一度や二度の過ちで、うん、否定された選手とか結構いたんで、そういったらもう一回ここでやり直そうぞっていうような発想で仲間を集めたっていうのがあったんですね。兄貴的な存在で、まあ、あの時はまだね30代だったんで、うんうん、でそういった感覚で、うん、でもとにかく俺たちは同じ方向を向いて、うん、一枚岩になっていくぞっていう、そういったでも、うん、成し遂げちゃいましたから、はい、すごいですよね本当に、いろんな苦労もありましたけどね、もちろんあると思いますし、ちょっとねまた細かい話はね今回難しいんですけど、それでなんとまた驚きの事実がねこの後にあるんですけど、まあ FC 岐阜ね引退されたこの後また奇跡的なことを成し遂げるんで、それちょっと次回、はい、お話しさせてね、お話しさせてお話聞かせていただけたらなと思うんで、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。